今回は2020年7月の熊本豪雨によって運休中になっている九州の肥薩線を取り上げたいと思います。肥薩線は熊本県八代駅から山間部に入りまして球磨川沿いを進みます。人吉吉松を通って終点は鹿児島県の早戸駅、ここで日豊本線と接続します。現在のところ2020年7月4日に発生した熊本豪雨によって不通になっている区間は八代駅から吉松駅の間、全長約90キロにも及ぶ区間が2020年7月4日以降は列車は一切走っておりません。復旧費用は約235億円に上ると JR 九州が正式に発表しました。特に莫大な金額になっているのは球磨川を渡る球磨川第一橋梁とその付近のトンネル改修費が64億円。 Google Earth で見ても分かるように鉄道の橋梁が崩壊して川の中州に落ちていることが分かります。本来はここに鉄道が通っていたわけであります。そして第二球磨川橋梁も同様に流されてしまっておりまして、その改修費用が61億円。こちらもご覧のように橋が崩壊して崩れ落ちていることがわかります。当時の川の流れがかなり強烈だったことが物語っております。で、これが橋の復旧費用が特に負担になっていることがよくわかりまして、この復旧費用を払うのはもちろん民間企業である JR 九州なわけなんですが、つまりは肥薩線復旧に235億円の価値があるかどうかが JR 九州の判断に委ねられているわけです。個人的には相当厳しい気がしておりまして、そうするとどうなるのかというと、やはりやむを得ず廃止になってしまう可能性が高いわけでございます。ただ僕は幸運にもですね、2019年10月に肥薩線の全線を当時走っていた特急カワセミ、ヤマセミなどを使って乗り通しておりますので、今回は被災前の肥薩線八代から人吉間を紹介したいと思います。ではよろしくお願いいたします。まずは熊本駅から特急カワセミ、ヤマセミ3号に乗って人吉まで向かいます。特急列車ですが、たったの2両編成で1両目が深緑色のこちら、そして2両目が落ち着いた赤色のこちらでございます。現在は肥薩線が運休になってしまっておりますので、この車両は博多門司港間で走っているようです。ご覧のように車内装備も観光用になっておりまして、ビジネス目的のお客さんは皆無でした。車内では飲食類やグッズ販売もされております。熊本駅を11時24分に出発した特急カワセミ、ヤマセミ3号はまずは八代駅まで鹿児島本線を走ります。この区間は熊本豪雨とは関係ない区間で、現在でも列車の運用が行われている区間であります。熊本を出ますと新八代、八代と止まってまいりまして、これらの駅から乗車する方もいらっしゃいました。そして八代から先は現在運休となっている肥薩線に入ります。この肥薩線は八代から先は山間部に入りまして、球磨川とほぼ並行して走る形になります。2020年7月の熊本豪雨はこの球磨川の氾濫による被災が主だったみたいなので、並行して走る肥薩線ももろにやられてしまったというわけでございます。肥薩線内最初の停車駅は坂本でございます。こちらは西日本製紙工場というのが近くにありまして、昭和35年5月は1日3000人ほどの乗降客数があったようです。ご覧のように木造の立派な駅舎が建っているんですが、やはりこの駅も被災してしまったようです。被災後の写真を見てみますと、線路は水浸しになってしまっておりますが、駅舎はなんとか無事だったようです。坂本駅を出てしばらくしますと球磨川を横断する橋に差し掛かります。これが流されてしまった球磨川第一橋梁となります。被災時の様子はご覧のような感じ、完全に橋が埋もれてしまっております。この橋は明治41年に完成して、被災前まで100年以上にわたって使われておりました。車内販売では軽食を買うこともできます。
こちらはスイーツセット、そして地元の郷土料理の弁当が2種類、あとはこの列車のオリジナルグッズです。他にも飲み物やスナック系のメニューもありました。ご覧のように車内の売店で買うことができまして、最近ではですね、車内に売店がついている観光列車もちょくちょく見られるようになりました。というわけで僕はご当地のサイダーと塩味のお菓子を買いました。名前ちょっと忘れちゃったんですけれど、沖縄のチンスコーみたいなものだったと思います。このバッジはインスタをフォローすることで無料でもらうことができます。この区間は SL 人吉号とかも走っていて、観光列車を走らせる路線としてはかなり適正だったようですね。この列車も特急列車なので、小さい駅は飛ばして球磨川沿いを改装しております。現在この区間は運休中。この辺りも相当なダメージがあったようです。ちなみにこの肥薩線は大昔は熊本から鹿児島を結ぶ重要路線の一つでした。現在も鹿児島本線という名称がありますが、肥薩線はもともと鹿児島本線でして、熊本方面から鹿児島に抜けるにはこの路線を必ず通らなければなりませんでした。そして昭和2年1927年に八代から鹿児島まで海岸沿いの新線が開通すると、鹿児島本線の名称はそちらに譲りまして、この山間部を走る部分は肥薩線に改められ現在に至っているというわけでございます。というわけで肥薩線内2つ目の停車駅は石落駅でございます。動画を見て気づいたんですが、石落のホームにご覧のような肥薩線日本の20世紀遺産20選選定という幕がありました。まあ、大事な20世紀の遺産ですよということなんですが、そんな肥薩線の一部が現在廃止の危機に見舞われているわけで、こういうものに選定されたからといって補助金が出るわけではないのが悔しいところ。石落駅では10分ぐらいの停車時間がありましたので、外へ出て散策してみます。ちなみにここは住所では氾濫した球磨川の名前がついている球磨村になります。石落という名前は球磨村の中の地名とのことです。この石落という名前に力があるので、この駅舎に入居している JA がですね、必勝お守り記念入場券というものを販売しているそうで、スポーツ選手や受験生が合格祈願などに買いに来るそうです。またこの石落地域も他よりは被害が少ないみたいで、駅舎もちゃんと現在でも残っているようです。ご覧のように山間部にあるのんびりとした駅ですが、観光列車が到着すると一時の賑わいを見せます。鉄道好きだけではなく、一般旅行客の方も多くこの列車に乗っておりました。地元の方がお見送りしてくれる中、石落出発が12時49分。当時は1日3本ほどの観光列車が朝から昼までの間に走っておりました。そして終点人吉に向けてラストスパートをかけます。確か途中で渡りという駅に停車したと思うんですが、動画に残っていませんでした。終点人吉到着が13時05分となります。映像に映っている車両は SL 人吉号で使われる客車でございまして、現在ではこちらも休止中になっていると思います。機関庫の中に人吉号の SL が映っていることがわかります。人吉駅では球磨川鉄道という私鉄路線が走っているんですが、こちらも熊本豪雨でやられまして、現在では一部区間での運行が再開しているようです。はい、というわけで終点人吉駅に到着しました。こちらが乗ってきた特急川蝉山蝉3号。ご覧のように駅のホームが多くの人で賑わっておりまして、ツアーで来ている方たちもいたようです。近くに人吉温泉という温泉もありますので、鉄道を使って温泉に行くようなツアーもあったのだと思われます。奥に見えるのは先ほど列車で横切った建物、石造りの機関庫でございます。
昔はこの人吉駅にたくさんの SL が留置されていたようで、その名残の一つ。見づらいんですが、撮影当時も SL 人吉号がちょうど留置されておりました。こちらの機関庫は経済産業省の近代化産業遺産の一つに認定されているようです。肥薩線はこの先は山越えをして鹿児島県に入ります。この先は肥薩線最大の難所と言われる矢岳越えの区間となります。乗り通すにはこの人吉駅から吉松行きの列車に乗ることになりますが、この間の駅は岡場、矢岳、真崎の3つのみとなります。列車も1日3本ほどしか走っておりません。特にそのうち2本は観光列車で、やはりこの矢岳越えを楽しむ観光客が多かったように思います。この区間のレポートはまた別の動画で紹介したいと思います。というわけで今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。